5月16日、最新セリーグ順位表。どんでん采配どんどん的中。勝率の差で首位は阪神です。中日役は勝率も同じなので4位タイ。中日対阪神、4対9で阪神の勝利。阪神11安打9点、中日12安打4点。これが全てやろ。最初スタメン見た時はふざけてるのかと思ったけど、よく9点も取れたわ。どんでんさすがやわ。大山抜きで9点。原口今季初打点初ホームラン。西5試合目にして初勝利。首位奪還。阪神2カード連続。嫌な負け方した割に勝ち越しか。根尾の防御率1時間くらいで 27.00、5.79 に急改善。中日も投打があんま噛み合ってないな。昨日これだけ得点できていれば。明日は横浜と中日で首位攻防戦やな。中日に次ぐ。明日からしっかり勝ち星供給するから覚悟しとけ。横浜より。横浜打線の命の輝きを見よ。綺麗。美しい。位置が中央にあるのが美しいな。明日からの巨人戦で3立てしたいけど、松田っていうのが嫌やわ。ビジターの方が勝てるんや今年のか。今年は投手陣で順位決まる感じか。中日横浜という自己中打撃しかできない連中の集まり。やはり自己犠牲野球が最強や。中日は自己中すらできてるとは。総打打線のチームって大体 B クラスやんね。阪神巨人、中日ヤクルトが仲良しやな。